セントルイス・ブルースはアメリカ合衆国ミズーリ州セントルイスを本拠としているナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。チーム名は同名のブルースにちなんで名付けられた。セントルイス・ブルースは1967年に NHL に新たに6チームが参加しその加盟チーム数がちょうど2倍となった時のチームの一つである。 この時事実上既存チームのトッププレイヤーたちは、新規加入チームへの移籍を禁じるという規制ルールがあり、エクスパンション6のチームの足かせとなっていた。設立当時のブルースは、最初にリン・パトリック、ついでスコティ・ボーマンがコーチを務め、これらの両コーチがそれぞれ就任するたびに3年連続でスタンレーカップ決勝に進出したにもかかわらず、結局優勝は一度もできなかった。 ここで注目すべき点としては、NHL の拡大に伴って、プレイオフのフォーマットが改定されたおり、エクスパンション6はすべて同じ地区に配置されたために、新チームは必ず既存の6チームと決勝で対戦しなければならなかったことがある。事実、これらのカップ決勝での敗戦の中には、2度の対モントリオールカナディアンズ戦、1度のボストンブルーインズ戦が含まれている。 初期のチームの戦力は、ダグ・ハーベイ、ジャック・プラント、リッキー・ムーアといった、高年齢のカムバック選手に加え、若手のレッド・ベレンソン、ボブ・パラガー、バークレー・プラガーといったところで占められていた。その後のセントルイスは、スタンレーカップ進出は応せず、せいぜい、カンファレンス決勝に2度出場といった成績が続く。1970年代を通じてブルースは、 大抵勝率5割を下回る成績しか残せなかったが、これは主にチームの財政的な危機に原因がある。1980年までに、ダルストン・プリナがチームに投資を行い、ベレンソンコーチの指揮のもと、ウェイン・バビチが54ゴールを叩き出し、バーニー・フェデルコがフォワードとしてチームの得点に絡み出すと、レギュラーシーズンにはリーグ2位の成績を収めた。 しかしこの年のプレイオフでは第2ラウンドでニューヨークレンジャーズに第6試合で敗退しファンの期待を裏切った。この後も勝率5割以下に低迷するが1982年にもプレイオフに再進出するがまたもチームは表情外でも出来事につまずくピュリナがチームへの投資を引き上げアリーナを閉鎖してしまうのである。チームは1983年に カナダのサスカチュアン州サスカトゥーンへの転出を模索するが NHL はビルハンター率いる投資グループへのチーム売却に難色を示し NHL 自身がチームを買収することで決着を見た。その後ハリー・オーネストが NHL からチームを買収するとチームは表情の内外で懸念材料が減ってたチームと競争できる体制が整った。 1982年チームにドラフト指名されたダグ・ギルモアはスーパースターとしての頭角を表した。1986年にはカップ準決勝でカルガリー・フレームスと対戦する。第6試合ではダグ・ウィッケン・ファイザーが延長戦でゴールを決めたが最終戦では2対1で涙を飲む。その夏にはディメアが ライバルチームのデトロイト・レッド・ウィングスに転籍するが、チームはその後もバタバタと歩みを続ける。ゼネラルマネージャーのロン・キャロンは、リーグでも抜け目がない男として知られ、1980年代後半から1990年代初頭に、かけて、ブレッド・ハル、アダム・オーツ、カー,アーティス・ジョセフ、ブレンダン・シャナハン、アルマキニスラを獲得している。この期間は、チームは、 優勝を争えるような陣容を整えていたが、プレーオフでは第2ラウンド進出さえ応せなかった。ブレット・ハルは、この当時も NHL 最高のスター選手であり、1990から1991シーズンには NHL 全体でもウェイングレツキーに次ぐ86ゴールを決めた。その前年には、チームはレギュラーシーズン第2位で、 プレイオフ第2ラウンドまで進みミネソタノーススターズを破って、積年のプレイオフでの鬱屈を晴らした。ゼネラルマネージャー兼コーチにマイク・キーナンが起用されると、直ちに大きなチーム改革に乗り出した。例えば、ブレンダン・シャナハンを放出し代わりに、ベテランのウェイン・グレツキーを加入させた。ファンもそして、チームオーナーもマイク・キーナンの改革方針には、懐疑的で、 キーナンは1996年に解雇された。その後再び、ロン・キャロンが、ディズネラルマネージャーに復帰するが、フリーエージェント制度の流れは、もはや誰にも止めようがなかった。ブレッドハルは1998年にガラススターズに移籍し、テキサス州での1年目に早々と、スタンレーカップ優勝を経験した。1995年に、 ハートホードホエーラーズから獲得したディフェンスのクリス、プロンガーやパボル・デミトラ、ピエール・タージョン、アルマキニス、ゴーリーのロマンタレクなどの選手がいるおかげで、ブルースは優勝争いが狙えるチーム力を維持し続けた。1999から2000のレギュラーシーズンには NHL 全チームで最高成績を収め、会長賞を獲得している。しかし、プレーオフでは、 三のゼシャークスの前に第一ラウンド第七戦で敗れた。2001年チームは西カンファレンス決勝に駒を進めたが、この時もコロラドアバランチに第5試合で敗退した。各してチームは積年の凡庸な成績と次のステップへ進めないチームという不名誉なレッテルにもかかわらず、1980年以来プレイオフには毎年進出を重ねている。 事実セントルイス・ブルースは創立以来3度しかプレイオフ進出を逃していないのである。しかし2005から06シーズン2006から07シーズンでは2年連続してプレイオフ進出を逃している。2006から07シーズンのオフ、ブルースは日系カナダ人のスーパースター、ポール・カリアを獲得した。1回3回。ありがとうございます。